ここにあるだるまさんは、今回の衆議院のために選挙用の必勝だるまということになるわけですね。今回、の衆議院の選挙というのは、急に決まったような降って湧いたような選挙でして、政策工程も、実は非常に、忙しいというふうに皆さん思われると思うんですけれども、実は幸いなことに私どもでは来春の統一地方選挙を見込んで、ある程度の大きいだるまというのはもう仕込みが済んでいました。ですから今回の選挙にも十分にすぐ対応できる体制というのはすでに整えてあったような状態になっているわけですね。